お疲れ様です。今日の晩ご飯は、韓国冷麺作ります。今日はエピソードトーク、ちょっとね怖いけど、実際の話、桶川ストーカー事件の話をします。桶川ストーカー事件って多分知らない人がもう今多いと思うんですけど、ストーカーからちょっと殺人事件になったお話です。実はその第一発見者で犯人を追いかけたのが俺の元妻なんですよ。そう、偶然ちゃ偶然ですよね。でそれもちょうどその殺害現場の目の前にある桶川マインの屋上で当時働いてて、で昼飯の時に目の前ね、当時ねジョナサンがあったんですよ。でジョナサンで昼飯食うって予定だったんですけど、その時に結局その犯人刺した人がその相手の被害者井野沙織さんを刺したんですよ。でも最初女房刺したことを知らなくて物取りの犯行だと思って駐車場まで追いかけちゃったんですよね。で結局ね車で逃走されて戻ってきたら一面血まみれだったんですよ。で何事だってなるじゃないですか。でちょうど目の前に交番があって、でそこで周りが通報してくれたから、それでなんとか結局ね亡くなってしまったんですけど、それでその後が大変だったんですよね。結局ほら女房が犯人を追いかけたわけじゃないですか。なんでこぞって報道陣が家に来て大変だったんですよ。でその日もさすがにね、その殺人事件ってことで女房もぶるっちゃって、娘の保育園、当時娘保育園通っててお迎えもう外に出れないと怖いってことで、俺が保育園のお迎えに行ったんですよね。急遽仕事定時で残業しないで帰って、でその後ですよ、報道陣がもうとにかく、で当時夕方のニュースの日本テレビの人がモザイク入れるから取材に応じてくれってことで日テレのニュース番組にインタビューで出たんですよ。したらもう全然モザイクかかってなくて社名まで出ちゃって、こんなバレバレじゃないですか。でもう女房切れちゃって、もうそれ以降は取材を全部 NG にしたんですよね。そりゃそうですよ、ただテレビ埼玉じゃない、埼玉新聞だけはなんかすごい対応がすごい紳士的だったんで、埼玉新聞だけの取材は受けて、でその後裁判等の警察の事情聴取でいいのか、取り調べじゃねえもんな。 それもあって結構大変だったんですよね。そうで、ちょうどついでだからあれなんですけど、ちょうどねその時期、別に全然違うんですけど、ちょうどねそのね駅前にタワーマンションがあるんですよ、でっかいのが。でほら桶川駅なんてね何もねえから目立つんですよね。でそこで飛び降り自殺があったんですよ。でただその飛び降り自殺の瞬間、自分と妻とあと娘がいたんですよ、目の前に飛び降りた瞬間で。ちょうどマンションの周りが草木になってて、そこの植え込みに落ちたんですよね。要は無理心中ってやつで、落ちた瞬間ドサッと音がして、それで気づいたんですよ。でその時に同時に赤ちゃんの鳴き声が聞こえたんですよね。でその植え込みにお母さんと赤ちゃんが落ちて、それでとりあえずその植え込みがあったんで娘はいなかったんですけど、すぐ娘を顔をこっち側に向けて見せないようにして、やっぱトラウマになっちゃうじゃないですか。
そう、それで近くに交番があるんで、交番にすぐ行って、したら交番おまわさんいなかったんですよね。でほら電話がついてるじゃないですか。それですぐそのついてる電話で警察電話して事情説明して、そしたらすぐ救急車と何だっけパトカー来てましたけど、キムチいっぱい入れましょう。だから本当に今でもね、その桶川駅あんまり俺めったに使わないんですけど、でも使う時はなるべく拝むようにしてます。やっぱりね、自殺ってね、辛いことがあったわけじゃないですか。そうだからやっぱり ね子供を抱いて無理心中なんて本当よっぽどのことなんで、そう井野沙織さんのところでももう1年ぐらいやっぱり花は手向けられてましたね。ちょっとねかわいそうでした。だってね、元交際相手で結局ね、ストーカーみたいなことばっかりされて、それで結局ね殺されちゃったわけじゃないですか。なんか命を何だと思ってるんだよって本当に思うんですよね。水入れるの忘れてました。よいしょ、まあいい感じかな。あと今回これも買ってきました、具だくさん。本当はねチャーシューって脳梗塞も良くないんですけど、食べる時ぐらいはねちょっといいもん、いいもんというかちょっと贅沢したいですからね。そうほらよし。であとはゆで卵入れます。今剥いてできました。今日の晩御飯は冷麺です。ではいただきます。